きの YouTuber、たますまとうーちゃんです。はい、というわけでね、本日もやっていきましょう。おい、50コインで買える希望。おお、素敵な希望。希望たった50コインですからね。120円。まあそれがたったなのかどうなのかは、うん、まあ買った人が決めることなんで、あなた次第です。そこはね、価値観の問題ですからね。まあまあ、でもこれぐらいで買ってもらえるかなっていうところで行くならまあいいんじゃないかなと思いますけど、まあ僕の中ではね、ちょっと安いセミナーぐらいのあるかなと思ってますね。はい、中身は、ね、理解していただければね、ありがたいなと思っております。はい、はい、というわけで本日の希望の言葉、ワードはね、はい、はい、まず言葉より一歩だけ、そこから始まる。はい、これはですね、はい、まあ読んで字のごとくな部分もあるんですけども、うんうん、まず言葉より一歩だけっていうのは、この子で言う言葉っていうのは、うん、例えばなんかブーちゃんが「田崎さんこうですか?」って言われた時に「知らない、何それ？」みたいな「いや分かんない」みたいな「やらない」とかっていう「だって今こうじゃん、ああじゃん」っていう言い訳っていう部分での言葉っていう意味ですね。うんうんうん、それを言うよりも「何それ知らない、ちょっとやってみようか」って一歩踏み出すっていう意味の一歩ですね。うんうん、はい、まあ、要は口先よりも行動っていう、ね、うんうんうん、ものに近いんですけど、まずそういう気持ちでやっていく姿勢っていうのをなんか人に見せることが大事っていう、うんうんうん、なんか要はその例えばそれをね、なんかブーちゃんがやってるとしたら、俺がね、どんだけいいこと言っても馬の耳に念仏みたいな、ね、ブーちゃんやらねえからなみたいななっていくじゃないですか、やっぱり周りの人は、うん、こんだけ俺あいつのために思って言ってるのにってなっていくじゃないですか。それってすごい損だと思う、ね、うん、ブーちゃんがね、なんかその、こうやって困りました、どうしたらいいですかねって、いや、こうしたらいいんじゃないって、いや、それはこうですからできないですよって、それ、うんうん、殴ってやろうかなって普通の人は思いますよね、うん、なんか、ぶなってやろうかなってみたいになっちゃうのねでもそれをなんか、まあ、素直に受け止めて、あ、じゃあちょっとそれやってみますとかね、そういうところがあるから、まあ、周りの人が助けてくれるわけですよね。うんうん、なんかやっぱりその人と人との成り立ちの中でそういう方がいいし、そうしないと成り立っていかないっていうか、うんうんうん、で自分の中では思うんですよね。うんうん、でやっぱりなんかそのこれって思うんですけど、要は完璧主義の人に起こりやすいことだと思うんですよ。うんうんうん、完璧主義の人ってやっぱりなんかその自分の中でこう構築してって、これが完璧ってならないと出せないっていう人がやっぱり多いんですね。僕もどちらかというとその人間だったんですけど、なんかやっぱりなんかそのいろんな仲間に会っていく中で、なんかタマちゃんつって、なんか例えばそのなんかこう口論っていうか、まあちょっとね、自分のバンドの仲間とかと話をしている時に、うんうん、なんか思ったこと言いねよって言われたんですよね。なんかその自分は思ったこと言ってるつもりだったんだけど、うんうん、なんかそのわーって相手の言ってることを聞いて全部分析して 100% になってからじゃないと出せなかったの、うんうんうん、だからなんかないのって言われても 20% 30% だと、うん、いや特にないみたいなで構築されてきて構築されてきて 100% で出す。でもそれって時にはいけないことだなって思ったんですよね。うんうん、10% 20% でも思ったことがあったらその場でキャッチボールしなきゃダメなんですよね。うんうん、なんか要は例えばキャッチボールをこうしててどんどん俺がこう離れながらこうやっていくみたいな、うんうんっていうな、この距離感が出てきた時にこう情報をパーッと投げるみたいな感じになっちゃうんですけど、もっとキャッチボールって軽くこういう状態でやっていかなきゃいけないんだなっていう、近場にいてもっと軽い力で投げれるような感じでいかなきゃいけないっていうか、うん、だからそれでまずこう言葉より一歩だけって、まあその言葉だけなくても心的にも一歩踏み出そうよっていう話のものもあるんですけど、なんか人から投げられたものに対してじゃあまずはっていう、ポンって投げられてこう離れてからこう投げてるみたいな感じになっちゃうんでね、もしくは投げないとかになっちゃう、キャッチボールができてないっていう意味になってしまうし、なんかそのあそういうのも信頼なんだなっていう部分もあるので、なんかその人を信頼してるから、例えばまだちょっと今この場で言うと、まあ 10% 20% で言ったら言葉少なだから勘違いされるかもなっていう時点でも、とりあえず出してみて、何かが 出たなら出してみて、でそこからこう構築して、いやこれはいやそれはねこういう意味でこうなんだよっていう後から説明していけばいいなっていう、先出ししてちゃんと言っとかないと、まあ大きな誤解を逆にズレを生じてしまうっていうところはね、やっぱあると思うんですよね。だからやっぱりその
ブーちゃんとかとね、僕もね、何年もやってますけど、うん、なんかそういう時期もやっぱりあったとは思うんですよ、うんうん、なんかちっちゃいズレのをだんだんでかくなってきて、こうじゃないのって話し合いをして、うんうん、みたいな。で、まあソロ活動をして、今ここに戻ってっていうところは、うん、なんか無駄だとは今は思わないけど、なんかそういう時期だったのかなっていうのはありますよね、うん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 、だからなんかその、とりあえず自分的にはこう、あの時期はこう踏み出したっていう部分もあって、でもブーちゃん的にはなんか自分の中で 100% じゃないから出してなかったんだなっていう、保守的になってたのかなとは思いますけど、だからなんかその話し合いとかやっぱりしてもなんか俺ばっかり喋っててなんかうんみたいな感じ に俺は捉えてたから、いや今うんって思ってそのうんを出してみたいなって思ってたね、時期もあるんですよ、うんうん、まあ、だからそういう今はすごくないので、なんかまあこうああいうもとが言ってるのかなっていう、そのキャッチボールできてる中でこううまくできてるなと思うので、うん、いいんじゃないかなと思いますけど、だからまあそういう部分での言葉でもあるっていう、まず言葉より一歩だけ、まああの気持ちね、なんかそのまず言葉よりっていうのは、まあ言い訳よりも思ったことがあったら言ってみたいな部分もあるし、うん、なんか受け取って、普通に受け取って、あ、じゃあやってみますっていうこともあるしっていう、その2つの意味が僕の中ではある言葉ですね、うんうんうん、どうですかどうすごい、すごいここまで解説してもらって、どうですかはなか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 ないですけど、どこで刺さっていこうかなと思って全然いけなかったですけど、いや、でも、いや聞いててそうだなとは、うん、それで納得ならいい、いや、納得は納得です、うん、納得だし、僕も基本的に、うん、まあちょっと違う話とかになっちゃうかなと思いますけど、うん、僕基本的に会社とか、うん、まあ、仕事をしてて、うん、怒られるとかは全然なんかありなのかなと思う人なんですよね。怒られるってことはそこまでこうやってやって、こうやって変わってって言ってくれてるあれなんで、それでかいやノーって言っちゃったら結局なんか一歩先に出れないみたいな、うん、確かにね、だったらそこは怒られてるっていうよりも意見をもらってるっていうか、こうやったらいいんじゃないっていう言葉をもらってるっていう風に僕は受け取るようにしてたんで、うん、まあ、仕事上とか、まあ、他にも、うん、まあ、私生活もそうですけど、うんうん、っていう風に思ってるんで、だから僕時々あのね、あの直系の先輩とかにも言うんですけど、あの思ってなんか怒るとかって全然言ってくださいって僕言うんで、それで気づけることもあるんでっていう風に言うようにしてるので、なんかこの言葉はまあなんかそれになんか当てはまってるのかなっていう、うん、思いながらどこでこれを突っ込もうかなっていうすごい僕らの過去話にもなりあれですけど、はい、こういうところなんていっぱいあるので、なんかそのまあ人によってなんか、まあ、形が違うけど、まあ、やっぱり集約するとか同じっていうか、うんうんうん、なんかやっぱりそういうものだと思っているので、うんうん、なんかやっぱりその難しい時もあるんですよ。なんか自分のモチベーションとかコンディションとかもあるし、なんかわーって言われたらなんかわーって言い返せないとか、うんうん、ね、なんかそういうんじゃなくて、なんかこうもう今それはできませんってなっちゃう時もあるし、うんうん、なんかでもやっぱり。なんかふと自分に少し余裕ができている時とかは、なんか人なるべく人からこう受け取ったものっていうのはそのまま素直にこう一歩踏み出してみるってことが大事なんじゃないかなっていう思えることですね。だからまあそういう人がもしね、あの落ち込んでそうなってない時だったら、逆にその人が心配して大丈夫、何かあったのって手を差し伸べてくれるかもしれないし、うんうんうん、っていうことですね。そうですね、うん、あの、まあ、ただ単にですよ、うん、ただ一つだけですよ、ね、ただ単に怒る人いるじゃないですかいやそう違うってって、そういうんじゃなくてみたいなこうしたらいいんじゃないっていう意見のもと怒ってくれるんだったら全然いいんですけど、はい、ただ単にバンって頭ごなしに怒る人はなんか違うのかなって僕は思っちゃうので、それに違うスタンプで言ってるんだじゃあその時に一つその時一つね、はい、またねやろうと思います。はい、はい、それね、あのね、なんかあれですね怒るは感情、叱るは愛情っていうやつあるんですけど、後でやりますからね。はい、またその時によろしくお願いします。はい、はい、もしこの前でね、どうか気に入ってくれたら、こちらね、LINE スタンプの方買ってください。はい、はい、そしてこの動画が良ければ高評価、グッドボタンね、そして良ければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、すすきの YouTuber たまさまとぶーちゃんでした。したっけ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。最新の動画、おすすめ動画もぜひ見てください。